さあこれより第2クォーターに入ります。クラブアイランズメインスタンドから向かって左から右に攻める格好に変わります。ボールオン自陣49ヤードからクラブアイランズサードンスイー。パス不成功の判定です。ここでプレーとしてはオプションプレーを展開しようとし、クォーターバック44番外から展開したランニングバックにピッチしようとしましたが、これが結果的には前パスでした。ルール上問題はない前パスでしたが、そのパスをキャッチできませんでしたので前パス失敗となりフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン3となりまして、パントフォーメーションを取ります。このパントは外へ蹴り出すような形にしまして、トライスターズ陣30ヤード付近で攻守交代と変わります。クラブアイランズオフェンス非常に順調なランを重ねておりますが、しかし突破口となるプレーがまだ見出せず、現時点ではパントをするという形に終わっております。さあトライスターズ、しかし自陣30ヤードからの攻撃です。ここから先ほどと同様鮮やかに攻撃を展開することができるでしょうか。トライスターズ自陣30ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファースター。クォーターバック21番、右にセットしていたワイドレシーバー11番にパス。11番、ディフェンス殺到する中、見事にこれをキャッチしまして攻撃権更新。トライスターズ、ファースター。見事にこのパスを決めましたのはクォーターバック21番の木田。三田翔星高校出身のチームキャプテンです。そして取りましたのは11番の伊藤、摂南大学出身の選手です。岸君も両チームキャプテンが高校出身ということも非常に注目です。さあランプレーでいきました。オプションプレーを展開します。ここはランニングバックにピッチしまして左オープンをつきました。41番オープン展開を図りまして約2ヤードから3ヤードゲインとなっております。レフリータイムアウト、ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られます。まず確実にそのランを決めましたのはランニングバック41番の山本です。手塚山大学出身、こちらも関西、3部でしょうか、無名校ですけれども、しかし非常に活躍しております。さあ試合再開です。トライスターズセカンドダウンセブンで試合再開。さあ今度はハンドオフしましての中央へのランプレー、最も強力な右オフタクロフ系のランプレーです。何枠34番、体をねじ込むように約5ヤードのゲインを果たしております。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウト。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。力強いランを決めましたのはランニングバック34番の伊橋です。エイジ52、非常に高齢ながら、私と同年齢という非常に、チャレンジャブルの選手でもあります。そしてチームの監督であり代表を務めてもおります。イヤッシーはさまざまな形でアメリカンフットボール普及に向けての活動も邁進しております。 X3 という立場でありながら、しかしアメリカンフットボールのためにホスピタルフットボールとの連携、そしてさまざまな企画を実現する非常にアイデアあふれるチャレンジャーな選手です。彼らの奮闘がありまして、トライスターズは今シーズンも X3 挑戦をいたします。さあ試合再開です。トライスターズサードダウン2。
ナイスラン、ファースター。ここでトライスターズクォーターバック21番プレイアクションから右オープンへブーツレックのワンプレー。これが見事に決まりまして、右オープンを疾走しトライスターズファーストダウン獲得となっております。見事なブーツレックからのランプレーを決めましたのはクォーターバック21番の木田、三田翔成高校出身のプレイヤーです。さあ非常に順調な攻撃を展開するトライスターズ、そしてクラブアイランズの力強いランプレーですが、これは天候の面も大きく影響している感も感じられます。この雨を味方にできるか、あるいはそれを敵に回してしまうのか、果たして両チーム今後の展開に注目しましょう。さあ試合再開です。トライスターズファーストダウン10、ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。どちらのチームに反則があったでしょうか。フルスタート、オレンジトライスターズ69番、フェアードのペナルティーファーストダウンを繰り返します。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは特定の選手以外は1秒間プレー前に静止していなければいけません。これが守れなかったために、5ヤード抜体となります。従いましてトライスターズファーストダウン15で試合再開、試合やり直しです。トライスターズファーストダウン15、パス成功。クォーターバック21番、右にセットしていましたワイドレシーバー11番にヒッチパス、そこからキャッチアンドランで11番、約4ヤードのゲインとしています。ここはまず短いパスで刻みました。キャッチアンドランしましたのはワイドレシーバー11番の伊藤です。摂南大学出身。トライスターズセカンドダウン11、パス成功。クォーターバック21番、プレッシャーを感じながら右にロールアウトし、ワイドレシーバー34番にパス、これが通りまして、こちらも約6ヤード近いゲインとなっております。パスを投じましたクォーターバック21番は木田、サンタ翔成高校出身、そして取りました伊橋も高校出身のプレイヤーです。共に高校時代は未経験ながら素晴らしいプレーを披露しています。トライスターズサードダウン4、クォーターバック21番、今度は左ロールアウトからターゲットを探さんというところでしたが、ディフェンスカバーよく結果的にノーゲインでフォースダウンに変わります。ここはアイランズディフェンス陣奮闘しました。トライスターズフォースダウン4、さあここでフィールドトライ、キックによる3点であります。キックレングス43ヤードのフィールドゴールに伸びます。さあこのキックどうか、わずかにそれましてフィールドゴール失敗、結果的に4回目の攻撃失敗となりますので無得点です。攻守交代となります。しかしこの距離を挑めるトライスターズのキッカー13番中塚、素晴らしいキック力を披露しました。距離は十分届く素晴らしいキックでした。
さあ結果的にこのトライスターズの攻撃をしのぐ形に成功しましたクラブアイランズ、今度は自陣26ヤードから反撃のシリーズに入ります。クラブアイランズファーストダウン10、さあこれは抜けた、ナイスだ、ラニバック42番ハンドオフを受けまして左オフタックルを突破、見事なブロックを生かしたレーンを通りまして約9ヤードのゲインとしています。これはオフェンスライン陣も素晴らしい仕事をいたしました。クラブアイランズ現在劣勢ながら、しかしオフェンスライン陣は非常に素晴らしい仕事をしています。さあしかしトライスターズのフロント陣は強力です。クラブアイランズそれを貫いていけるでしょうか。セカンドダウン残り1ヤード、さあ粘ったかどうか、判定を待ちましょう。攻撃権更新ファースト、ランニバック42番ディフェンスライン殺到する中素晴らしい粘りを見せまして、セカンドへフォートで1ヤードを稼ぎ出し攻撃権更新といたしました。クラブアイランズファースト、さあ攻撃1セットしまして、クラブアイランズ自陣36ヤードからの攻撃に入ります。クラブアイランズファーストダウン10、さあまたいった、今度は中央一線一気に突入しまして、42番一発で9ヤード以上の9ヤード走ったか、そして判定を待ちましょう。わずかにしかし攻撃権更新には至らなかった模様です。しかしほぼ残り1ヤードないという状況まで突入できる素晴らしいランを披露いたしました。ここはチームキャプテンである山崎、素晴らしいランでチームを鼓舞しております。結果はファーストランです、訂正です、攻撃権更新です。クラブアイランズファースト、先ほどのランプレー見事に攻撃権更新果たしました。ここは山崎のランでチームの状況を優位に進めていっております。さあボールは自陣46ヤードを超えました位置、この位置からのクラブアイランズファーストダウン10、さあ粘る、クォーターバック44番左ロールアウトからターゲットを探しつつ接して、しかし状況を判断しましてスクランブルに変わりました。ディフェンスタックルありましたがそれを跳ねのけまして約9ヤードのゲインに変えています。今度はクォーターバック44番の堀田が見せました、京都大学ギャングスターズ出身。本来は守備の選手ですが、しかしやはり関西一部で鳴らした選手です。素晴らしいフィジカルを見せております。さあここでトラブルが発生、ターンオーバー、ここで大きなプレーが発生しました。クォーターバック、ここで一気に状況を図らん打開戦とランプレーを展開しようとしました。しかしこの時に相手のプレッシャーから後方にピッチする際にそのコントロールをミスしまして、ボールを結果的にロストする形になりました。それを抑えましたのは結果的に言うとトライスターズ、従いまして攻守交代です。ターンオーバーにより攻撃権トライスターズに変わります。さあこれでトライスターズ自陣47ヤードからの攻撃、クォーターバック21番右ロールアウトからターゲットを探しつつそこからスクランブルに転じました。これが好判断となりまして約
5ヤードから6ヤードのゲインとなっておりますが、しかしイエローフラッグが投じられております。この反則は果たしてどちらのチームにあったか、まもなく審判団からコールされます。オフェンスにホールディングの反則がありました。相手選手を掴んでいたという反則です。オフェンス、ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。これによりまして、10ヤードの罰則、反則発生地点から10ヤードの罰則を受け、ファーストダウンやり直しという形になります。従いまして、トライサーズファーストダウン11で試合再開となります。このランでます。フルバックに入っておりました選手、遅いタイミングのクイックドローを展開。ブロッカータイプの選手が、早いタイミングで、パスに見せかけたランプレーをすることをクイックドローと言いますが、これが見事に決まりまして、約8ヤードから9ヤードのゲインと変わっております。番号の方確認できず申し訳ございません。しかし素晴らしいランでした。さあトライサーズセカンドダウン2。さあ再びフルバックのランプレー、これをキャリーしました5番、中央に体をねじ込むようにこの2ヤード獲得し、攻撃権更新となりました。トライサーズファーサー見事攻撃権更新を果たしましたのはトライサーズ5番の、石塚です。大阪電気通信大学出身。ナイスアンファーサー、ここでクォーターバック21番、プレッシャーを感じながら自らの判断でスクラム、緊急発進のランで、しかしディフェンス殺到する中、素晴らしいコース取りをしまして見事攻撃権更新を果たしました。トライサーズファースター、素晴らしいラン披露したのはクォーターバック21番の木田です。3打、小生高校出身。さあ相手陣31ヤードに入りまして、トライサーズファーストダウン10。前半残り時間は27秒となっています。この時間内に得点を挙げられるでしょうか。アイランズはこれを阻止できるでしょうか。相手陣31ヤードからトライサーズファーストダウン10。さあここでフルバックのランプレー、早いタイミングでランプレーを投入しましたが、ここでホイッスルが鳴ります。チームタイムアウト、トライサーズ、トライサーズ、ここでトライサーズ前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取れます。トライサーズ残り時間確保する意味、そして作戦を練り合うためにここでタイムアウトを取りました。さあ本来ならばトーナメント敗退した両雄による交流戦という格好ですが、非常に面白い試合展開となっております。現在はトライサーズが有利な形で攻撃を展開しており、残り時間をかけましてさらなる加点を図ります。しかしアイランズもこれをなんとか阻止戦という残り18秒の攻防がまもなく行えます。さあタイムアウト解けまして試合再開です。トライサーズ相手陣26ヤードからセカンドダウン5。ここでスプリン、ドロープレーによって右オープン展開を図りました。しかしそのランプレーをアイランズ9番見事なパシュートで仕留めまして1ヤードロス、
2ヤードのロスに変えています。ここでホイッスル、タイムアウト。トライスターズ前半2回目、トライスターズここで前半2回目タイムアウトを使いました。前半残り時間は6秒となっております。ここはトライスターズのランプレーを見事にクラブアイランズ阻止しました。素晴らしい対応をしたのはクラブアイランズ9番の砂川、手塚山大学出身。さあ残り6秒の状況でトライスターズタイムアウトを取っておりますが、フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点狙います。キックレングス45ヤード。さあこの距離を決められるか。さあ行った、どうか、キック成功、3点獲得。なんとトライスターズ中塚、ここで一部でもなかなか見れない40ヤードオーバーのフィールドゴール、見事消えまして3点追加といたしました。トライスターズ13点、クラブアイランズ0点。双方ともこの交流戦素晴らしい戦いを見せております。クラブアイランズも攻撃陣非常に奮闘しており状況を押し返さんというところ、しかしトライスターズがしのい、その一瞬の隙をトライスターズが現在13点、ワンタッチダウン2フィードボールを決めましてリードする形になっております。残り時間前半1秒となっておりますが、トライスターズのキックオフで試合再開という格好になります。さあ前半終了最後のプレーとなると思いますが、このリターンどのような形になるでしょうか。さあ低いキックを蹴った、大きなリターンを避けるためあえてゴロのキックを蹴りました。クラブアイランズここは無理をせず外へ出ましてこのプレーを終了する形にしています。前半終了、ここで前半終了となりました。前半終了となりましてトライスターズ13点、クラブアイランズ0点、トライスターズがワンタッチダウン2フィードをリードし前半を終えております。しかしクラブアイランズも攻撃陣非常に奮闘するオフェンスライン陣の力強いランプレーが随所に見られる前半戦でもありました。双方ともにこの前半の攻防を鑑みましての作戦タイムに入ります。このハーフタイムで双方どちらが後半戦の突破口を見出してくるでしょうか。このインターバルのこのハーフタイムを使いまして配信も一旦インターバルに入らせていただきます。後半戦再開間近となりましたら再び音声を入れさせていただきます。